新常磐交通本社新常磐交通株式会社は福島県浜通りに路線を展開しているバス会社である。常磐交通自動車は路線バス、観光バス、運輸などの事業を行っていたが多額の債務を抱えて経営状態が著しく悪化したため経営改善策として新旧分離方式による会社再建を行うこととなり2006年2月1日に 子会社の常高中高型自動車へ営業譲渡を行い、同社名を新常盤交通に変更した。また同時に創業家が経営から退き、東京都のタクシー会社グリーンキャブから出資を受けて、同社の100%子会社となっている。営業譲渡後の路線バス事業は従来の本数を維持した。営業譲渡に伴い、既存の常板交通自動車は、浜通り旅客運送に、 社名変更して人材派遣業並びに不動産賃貸業へ業態転換し、従業員は浜通り旅客運送が採用した上で同社からの出向を受け入れる形をとっていた。なお、浜通り旅客運送は2016年7月21日に特別生産手続き開始決定を受け、従業員は新常磐交通が直接採用するようになっている。現在、 国産4メーカーの車両が配属されているが、イスズとヒノが車両数のほとんどを占めている。かつては観光車、スワン号にネオプランや UD トラックスのダブルデッカーが配属されていたが、維持にコストがかかることや、老朽化のため路線車より早く廃車された。一般路線バスは自社発注車両も多いが、2000年代中盤のグリーンキャブ3回り以降の一般路線車は大型車。 中型車とも移籍車が主力となっている。小田急バスからの移籍車が中心で、ノンステップバスも移籍してきているが、東京都交通局や、東急バスからの中型ロング車の移籍も目立っている。また2015年からは、自社発注の日の、ポンチョと日の、レインボーも導入している。なお、常磐交通当時の自社発注車はごく一部の車両を、除いて、新塗装への塗り替えを行わず、 常磐交通時代のカラーリングの社名部分に小さく、芯を書き加えて対処している。北営業所管内では、東京電力の特定輸送用としての使用を考慮して貸し切り兼用車を数多く配置していた。2019年度中に水素で走る燃料電池バスを導入することが報道され、翌2020年4月1日から営業運転を開始した。以下の案内書は、 回数券、定期券、高速バス乗車券などの販売窓口業務のみ、富岡車庫を除き閉鎖中である、シーガル号新庄番交通いわき中央営業所と新庄番交通北営業所を参照。ありがとうございます。